小羽根のね、この尻だけ取っちゃう、少し取っちゃう、取りすぎちゃうとエビがもう丸まっちゃうんで、で腹側からい、もう入れるような感じですね。これだけ刺すんじゃなくて、もう入れたらすぐ抜くような感じです。必ず背側に抜いてください。そうすればエビまっすぐいきます。もうちょんまげの感じでいいんだ。そうですね、必ず腹側から入れて、背側に逆に立つと丸まっちゃいますからね。はい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 、仕掛けのロスもあるし、はい、非常にもったいないです。で、ガンガンやっちゃうと重りどん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 高いじゃん、魚も寄ってこないです。はい、釣り方としてはもうシンプルです。静かにゆっくりやるんです、はい、だからね、もう攻め込んじゃってください。例えば左右、お客さんで言うと1メートルずつぐらい離れてます。例えば、ね、こういうところに落として当たりません。ちょっとね、こう仕掛け少しにくいか、ゆっくり位置ずらすと、ちょっと当たるから、このわずか50センチで違いますから、もうイメージとしては、餌を魚の前に持っていく、持っていくって感じでやってください。あとはね、どういうところで今やってるのか、ゴツ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 したところで、そういう岩の今、下に重りがあるのか、岩の上にあるのか。そういうのね、ちょっとね、重りで大体こう、重りつけばこう分かります。今は岩なんですよ。そういうのをね、ちょっとイメージしながらやると、ちょっとアップします。例えばこう、岩です、下ろしてです、下ろしてですってこういうのやってもいいですよね。でもそれを静かにこうやって。ですよね、当然ですよね。で、少しこうやって、そう、重りさせていくと、で、一番肝心なところは、当たりがありました。合わせないでいいです。はいはいはい。びっくり合わせが一番ダメです。はい、船中が釣れなくなっちゃうとかもありますから、びっくり合わせじゃなくてね、ああかかったかかった、あ食い込んだ後、あとはゆっくり回すだけです。なんで今合わせることありますこうやってガンガンガンと巻くんじゃなくて、本当にね静かにこう合わせで、もし合わせるのもスーッと聞き合わせですよ。あもう食ったなと思った時に合わせる。であんまりこう待ちすぎちゃっても、やっぱり重りが根に入っちゃって魚が入っちゃったりすることがありますので、ちょっとまずでも少しね、あ当たったなと思って ちょっと上げて、ね、その位置でずっとじっとしてる。なかなかダブル取り組むとちょっと厳しい時期かもしれないですけどね。はい、そういうふうに見える。あとこのお配りしたエビの水はですね、真水が入ってます。はいはい、あ海水じゃダメなんだ。これは当然海水に入れれば入れるほどエビが劣化します。劣化した証拠として真っ白になります。そうですよね、もう白くなる前に交換する。大体釣る人っていうのは魚がありまして餌交換しますよ、新しいの。じゃまた釣りません。なぜかっていうと餌が新しいの、はい、それだけの釣りだと思います。ですからまあ本当に餌なんかね、いくらでもお代わりできますから、はい、全然ね削らずに、まあこの餌気に入らないなと思って釣ってもいいです。あとはねもうどんどん新しい餌ね遠慮なく使ってはい。ただ切り方としても、オバネの羽だけ切るって、このイメージでやってます。もう、切りすぎちゃうと、オバネ。で、エビがこうですよね。はい、頭がこう。はい、で、こう。針は。
あるいは腹側から入れて、腹側から打ちでいいんですね、はい、入れたら抜くって、そのイメージ、ちょんま、本当にちょんまげていいんですよ、ね、はい、深く差し込んじゃうと、もう1関節分ぐらいでいいですよ、差し込んで、深く差し込んじゃうと丸まっちゃう、で、息が悪い、はい、という感じ。大体もう 10分もつけてる AB ダメになるかなっていう感じですね、はい、どんどん AB マークに新しい、はい、はい、よっしゃ、わかった、はい、あとはわからなければね、はい、ポイント言ってね、説明してもいいですし、一旦別にそれ止めとくと見せてたら、ね、もう3日間ね、はい、ちょっとまあ渋い状況ですけど、はい、まあ、なんとか頑張ってみてください、はい、ありがとうございます、はい、じゃあよろしくお願いします。